ちゃんとね、こういうふうにやっていくっていう、私の方針に賛同していただけないかというのは、ちょっと無理ですから、なぜなら、私がすべて責任を負うことなんで、はい、ちょっと私が弁護士を雇って、私が責任を持って、顔としてこのことを取り組んでるわけじゃないですか。なので、こうでないと無理みたいな感じで、あちら側のそういうね、衣装操作で勝たないと、勝てないとか、そういうふうな、ことであれば、なんかその令和のドラマとかで、はい、炎上コンサルやってるから自分流にやる必要があったみたいなことも、私としては関係ないことですから、それは。だから合わないのであれば、出て行ってもらって構わないというふうにもちろん思いますし、それで、はい、解任になったわけですけれども、はい、なんかその後、なんかこう、ずっと YouTuber 的なことを続けてらっしゃるのは、男を下げてるなっていうふうには思いますけどね。あ、そうですよね、確かに。男を下げてる気がする。そして大津さんがこうやっていつも思うんですけど、明るいし、大津さんってこうひょうひょうとしてるから、やっぱり素敵な方なんですよね。投資としても今から伸びていくことだってありますよね、応援して皆さんで。投資としてその政治経験が浅いというのはもう本当にその通りだと思いますし、ただ本当に何ていうのかな、人として間違ってることをすべきじゃないっていう気持ちは多分この今のメンバーの中で強く持ってる方だと思いますので、だから嫌がらせとかネットリンチとか本当にすべきじゃないし許せないと思いますし、これからもひどいですよ、ひどいひどい。続けていったらそれ票になるんですかって本当に思うんですよね。だから自分のそういうネットリンチとかが好きな人とかからしたら面白いというふうに思ってもらえるかもしれないけど、それって本当になんか国民のためとか国のためにやってるって言えるのかなっていうふうに思うと、ちょっとそういうやり方では認めるべきじゃないなっていうふうに私は思ってますし、今回の件もそういう正しいやり方じゃなくて、その私からすると向こう側がこう乗っ取ろうとしているっていうふうに感じますから、当期上私がまず今のところ揺るいでないわけですからね。だから、立花さんが認めて3月8日に私が当主になって、そこに変わりがないのに返してほしいからっていきなりこう乗っ取りだとか言い出すっていうことはちょっと理不尽っていうふうに思ってますし、その理由が会計投稿を開示したくないからっていうのを理由としてもおかしいと思いますから、はい、今回もその会計情報をなんかちょっと見せてやるから来いよみたいなのもちょっと違うかと思ってて、代表者として別に前任者がどのようにお金を使ってたのか見せてくださいっていうのは当たり前のことだし、そこに制限を設けるべきじゃないじゃないですか、ここまでなら見せてやるみたいな、そういう話じゃない、だから、ちょっとなんかそういうのにいちいちなんかこう対応をこう細かくね、ツイートとかでやり合うみたいな公開でみたいな、ちょっと違うなと思ってるんで、普通に、弁護士を通して、やっていくことだと思ってますから、あまりこう燃え上がったように、これからも自分らしくやっていこうと思ってます。